新曲はどんな内容の曲になってるんでしょうか。はい、この5周年記念曲の雪月花は、新選組の沖田総司をモチーフにした1曲で、スケールの大きい、まあ、こう迫力ある1曲になっておりまして、そして、まあ、すごくこの曲歌わせていただくにあたって本当1回1回、自分が持っているパワー全てを使わないと、歌いきれない曲になっているので、もうまさに、まあ、こう自分のこれからの代表曲に、していきたいなと思っている1曲です。1月5日発売して、演歌歌謡曲のランキングで1位で、週間ランキングも3位ということで、はい、ありがとうございます。自身 の、 記録を超えたということですけど、はい、この決定についてはいかがですか。そうですね、もうこれも本当に発売前から1日1日、いろんなイベント会場だったりオンラインイベントなどで応援してくださる皆様が本当日々応援してくださった結果がこうやって、演歌歌謡曲部門でも1位をいただいたり、シングルランキング総合でも3位をいただけた結果でもあるので、本当に僕がこう何か特別に これをどうこうしたっていうよりも、本当にいつも支えてくださっている皆様がくださった、まあ、こうプレゼントというか結果だと思うので、また本当嬉しい気持ちと、そしてこの、ね、素晴らしい結果をいただいたので、これからまた皆さんに歌を通じてこうその恩返しというかお返しを、これからしていけたらいいなと思ってます。2022年、幸先のいいスタートを切ったということなんですけれども、はい、今年はどんな1年にしたいのかという抱負をちょっとお願いします。はい、まあ、こう最近また徐々に新型コロナウイルスがちょっと流行ってきておりますけれども、僕はやっぱりこの歌っていうのはもちろん CD を通じて、こうテレビとかを通じてお聴きいただくのももちろんすごくいいと思うんですけど、でも僕としてはやっぱりこの雪月花はぜひ生のステージで、また皆様にお聴きいただきたい曲でもありますので、全国47都道府県で、この生のステージで生の歌声で雪月花をお届けできる1年にしたいなと思います。ね、今年は辰巳さんにとって年男、厄、はい、年でもあるということですけれども、はい、それに関してはいかがですか。そうですね、あまりこう気にはしてないですけれども、まあ、でもこう年男という意味ではなんかこう節目の1年なんだなと感じますし、まあ、12年に一度のことなので、そういった意味ではまた気を引き締めて頑張らなくちゃいけないなと思いますし、厄、まあ、年はちょっと何が今年起こるのかちょっとわからないですけれども、でもまあ、さらにこう自分の中でも気を引き締めて、まあ、特別な1年になるように、過ごしていきたいなと思います。辰巳さんの虎年ってことですよね。はい、辰巳って辰と蛇って書くのに、はい、虎年っていうのもちょっと変だな、はい、そうなんですよね、いろいろごっちゃになってきて自分でもよく分からなくなるんですけど、でも虎年、僕自身すごく気に入っているというか、なんか虎年でよかったなとすごく思う時もありますし、そして、まあ、自分自身大阪出身ってこともあってやっぱり阪神が好きなので、そんな、まあ、タイガースと虎年で、まあ、すごくなんか今年はまたより縁起のいい一年になるんじゃないかなと思いますし、タイガースもすごく若手の方が最近活躍されていて、そういった意味では刺激をもらっているので、そんな、タイガースの選手の皆さんにもあやかって、自分自身も、まあ、こう優勝というのはちょっと歌詞の世界ではないですけれども、まあ、なんとかこう日本一になれるように頑張っていきたいと思います。自分が虎になるんだみたいな、そんな時ってあります？そうですね、この雪月花はやっぱ歌う時もこう自分が本当に沖田総司になりきってというか、こう勇敢な武士になりきって歌っているので、そういったこう姿勢というのはどちらかというとこう虎に近い部分もあるのかなと思いますし、やっぱ虎といえばこう何事にも勇ましくそして強いイメージがあるので、自分自身もこう例えば新しいチャレンジをする時も、勇気を出していろんなことに果敢に立ち向かっていくような、その虎のような姿に近づけるように頑張ろうという気持ちはあります。あと先日お誕生日だったということなんですけれども、はい、お誕生日はどのように過ごされたんですか。はい、誕生日はバースデーコンサートを、開かせていただきまして、ほうやこもれびホールさんで行ってもらったんですけれども、いつも応援してくださるたくさんの皆様に、誕生日を祝っていただいて、でサプライズでスタッフさんからこうケーキも出していただいたりと、本当に自分自身今までいろんな誕生日がありましたけど、やっぱり誕生日
当日にこうしてコンサートを行えて歌えるというこれほど幸せなことはないですし、そして皆さんからこうやっぱ声援が送れない中、熱い拍手だったり、そしてあのペンライトや熱い眼差しであのおめでとうって言ってくださってるんだなっていうのがすごくステージに立っていても伝わってきたので、本当最高の誕生日をあのコンサートという形で過ごさせていただきました。何か自分へのご褒美とかっていうのは何か買ったりとか何かしたりとかしたんですか？そうですね、僕あんまり自分へのご褒美って最近買ってなくて、本当はいつもこうキャンプ道具を買おうかなとか考えるんですけど、いつも考えるところで終わってしまうので、まだ自分へのご褒美は変えてないんですけれども、でも、ある意味こう雪月花のこういった素晴らしい結果をいただけたっていうのが、なんか最大の自分のプレゼントでもあり、自分へのご褒美なのかなと思ってます。なんか、年男ならではの、はい、年男のうちにやっておきたいことって何かありますか？そうですね、まあ、やっぱ虎年ということで、まあ、それこそそのタイガースの話もさせていただきましたけど、やっぱ虎年、年男で、またタイガースだって考えると、やっぱこう甲子園球場で始球式であったりとか、そういったまた自分が大好きなこうタイガースに携われるお仕事を、やっぱ今年、虎年だからこそやらせていただきたいなという気持ちもありますし、そういったことをさせていただくのにすごいぴったりな一年じゃないかなと思うので、まあ、例えば六甲おろしを歌わせていただけるとか、そういったなんかまた自分の大好きなタイガースに関わるお仕事をさせていただけるように頑張りたいなと思いますね。はい、雪月花といえばですね、新潟県の第三セクター鉄道に雪月花という名前の、はい、まあ、イベント列車があるんですけど、はい、そっちにコンサートに行った時には何かコラボする予定はありますか？そうですね、本当全国各地の皆さんがそれこそその雪月花という電車があるよとか、雪月花という居酒屋があるよとか、雪月花っていう、こう飲食店カフェがあるよとか、いろいろ教えてくださって、いろんな全国各地にこう雪月花というお店だったり、そういったこう名前のついたものがあるっていうことを今回初めて、知ることができてですね、これからまたやっぱ雪月花にちなんだ、もうせっかく曲名とぴったりな場所だったり、そういった乗り物があるので、なんかいつかはそういった雪月花コラボというか、そういうのをぜひしたいなと思いますね。全国各地でできるといいですよね。そうですね、全国各地の雪月花を制覇していきたいですね。今ですね、マイクなしの、はい、本当の生の歌声を聞かせていただいて、はい、いや迫力あるなと思ったんですけど、マイクなしで歌う機会って、はい、めったにないですよね。そうですね、やっぱこうデビューさせていただいてからは本当そんなにないんですけど、でもデビュー前ストリートライブを行っていたのもあり、こうマイクを使わずに歌うっていうのはもう自分の中でも怖いものはないですし、より自信を持ってこう、もちろんマイクを通じて皆様にやっぱ幅広くたくさんの皆様にお届けするときはマイクがないともちろん不便なこともあると思いますけど、でも僕は一つ一つお一人お一人にこう歌をお伝えするときっていうのはマイクよりも自分の声一つだけでお届けした方がまたぐっとこう伝わるものもあると思いますし、そして僕今日この花園神社さんにお邪魔する前に板橋の駅前にある近藤勇さんと土方歳三さんのお墓に行ってきまして、でそこで今日はこうやってヒット祈願をさせていただいて、またたくさんの皆さんにこの雪月花を聴いてもらえるように頑張ってきますというのをちょっとご報告に行ってきたんですけれども、そこで何かこう近藤勇さんのパワーというか、あと土方歳三のパワーというか、そういうのをすごくいただけた気がしたので、そういったところのこう気持ちも相まって今日は歌わせていただいて、だからいつもよりも自分で歌うのが怖くなかったです。と記者の皆さんいかがでしょうか。5周年ですけど、なんかすぐもないですか。はい、 5周年、はい、そうですね、デビューさせていただいて1日1日必死に、がむしゃらにやっていって、気づけばこうして5周年の記念の年になったという、気持ちでいっぱいなんですけれども、まだ何かこう5周年だからこそできることっていうのは具体的には決まってないんですけれども、5周年だからこそできることっていうのはたくさんあると思いますし、もちろんコンサートであったりイベントもそうだと思いますけれども、
僕は自分自身が特別というよりも皆様が今年は特に特別な1年だったなと思ってもらえるのが自分でも特別な1年であるので、そんなデビュー5周年記念であればいいなと思います。いかがでしょうか。あ、どうぞ。はい、カップリングについて教えていただきたいんですけど、はい、今回長編歌謡浪曲が入ってますよね。ファーストコンサートの時にも長編歌謡浪曲をお披露されたと思うんですけど、はい、自分のオリジナル曲としてこういう曲が来た時の気持ちを教えてください。はい、もう自分自身小学生の時から、南春夫さんの長編歌謡浪曲が大好き で、ファーストコンサートで歌わせてもらった俵星玄蕃 もう3年生の頃からずっと歌っている曲だったので、それをまたこうデビューしてからステージで歌わせてもらって本当に嬉しい気持ちでいっぱいで、そこからいろんな曲にも挑戦させていただいてたんですけど、まあ、今回こうして、南春夫さんの娘さんの南美幸先生がオリジナルの長編歌謡浪曲を作ってくださって、それを初めて聴いた時はすごく嬉しかったですし、また僕はずっと南春夫さんの曲を聴いてそれを練習して歌ってたのが、今回自分が全て基準になって、お手本にならないといけないということで、やっぱこう正解がない中長編歌謡浪曲起きた掃除というものを作り上げていくのはすごく難しいことでしたし、そして南春夫さんはこれを毎回いろんな曲でやられてたんだなと思うと、改めて南春夫さんの凄さを感じることもありましたし、そしてまた起きた掃除っていうのが、僕が結構幕末が大好きで、それこそ新選組のゆかりの地だったり、こう他にも幕末のこう偉人のゆかりの地をよく大阪にいる頃は京都に行って巡ってたりしたので、そういった意味にとっては今回初めて その長編歌謡曲でいただいた偉人の方が沖田総司さんってすごくまたより嬉しくてですね、これを何としてでも、まあ、令和の長編歌謡曲といえばこの辰巳ゆうとの長編歌謡曲沖田総司と思ってもらえるような作品にしたいという意味も込めて、みゆき先生と何日もかけて一回やっては、いやでもやっぱりこっちの方がいいんじゃないかっていう、最初は OK になってもまたやり直したこともありますし、そのくらいの月日をかけて、作った一曲でもあるので、自分自身の中でも特別なこう思い入れがある一曲になりました。ありがとうございます。宝物になったんですか。はい、宝物になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。雪月花の衣装のポイントを教えていただけますか。はい、そうですね、今回はすごい真っ白な衣装で、作っていただきまして、本当に自分自身これを着るときも汚さないように汚さないようにと着ているんですけれども、ちょうど昨年の M1 で錦鯉さんが優勝されたときに長谷川さんの衣装とそっくりだなっていう印象がまず最初の印象だったんですけれども、でも錦鯉さんも諦めずに笑いをこう突き詰められた結果 M1 チャンピオンになられて、そしてそんな方が着ているようなこう似ている衣装を今回たまたまこうやって作ってくださってたので、そういった意味ではなんかすごくいいバトンタッチではないですけれども、なんかこう気持ち的にすごく M1 チャンピオンの方も着られてた色の衣装を着せてもらっているっていうのはすごい自分の中でもなんか心強い自信になりますし、またそういった錦鯉さんのように諦めない心で自分もこうまたそういった歌手の道の中で少しでもこう階段を一歩ずつ登っていけるように頑張っていきたいなと思える衣装ですね。はい、改めてデビュー5周年を迎えたんだな、そして雪月花、発売させていただけたんだなという実感がより、湧いてくる時間でした。またこれからも、皆様にたくさん取材をしていただいたりインタビューしていただけるように、そして何よりもこの雪月花、皆さんのこう耳にたくさん届くように歌っていきたいと思いますので、引き続きこれからもよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございます。